令和3年4月3日、阿蘇市乙姫の小杉リゾート内にあるフランピングビレッジ阿蘇で、夜のコスプレ撮影会が行われました。これは、NPO 法人阿蘇田園空間博物館が、コスプレイヤーという趣味層や若い人たちに阿蘇市に宿泊してもらい、撮影を楽しんでもらおうと企画したもので、今回で2回目となり、 アニメやゲームのキャラクターに扮した3人の若者が参加しました。夕日が沈み、あたりが薄暗くなると、コスプレ衣装をまとったコスプレイヤーたちは、展望デッキや林の中で撮影を行い、カメラマンの指示に従ってポーズをとっていました。夜間での撮影会は初めてで、前回開いたコスプレ撮影会ツアーで、

コスプレのメッカにしたいと話していました。